こんにちは、元です。いやー、阪神開幕から9連敗、どうやったら初勝利できるんでしょうか。もう皆さん頑張って根気強く応援していきましょう。よろしくお願いします。今日はですね、サムネイルにもあるとは思うんですけれども、大山選手使ってみた、やっていきたいと思います。まずは簡単に大山選手の能力見ていきましょう。はい、大山選手パワーヒッターで、ミートから73、あ、ごめんなさい、称号で怪力無双僕がつけることができているので、まあ、現状だとミートが73、パワー80、走力67、まあ守備としましては、まあ、サード適正ですね。まあ、捕球47、スローイング72、肩が80と。ちょっと完全には上げてないんですけれども、まあ、特能としましては、固め打ち、パワーヒッター、広角ですね。ここが一番今の大山選手のいいところかなと思います。ちなみに僕はですね、スピリッツ3500の大山選手を持ってるんですけど、その大山選手は、特殊で守備が A に、乗るんですけれども、まあ、僕自身ちょっとリアタイの打率がすごい低いので、どっちの大山選手がいいのかなとは思うんですけれども、ただこっちの方がね、広角持ちなので、まあ多分上手い人が使えば、多分ここの、まあ、今のシーズン2の大山選手の方がいいのかなとは思うんですけれども、とりあえずちょっと僕もリアタイで使ったことないのでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。さあ、大山選手いいところ見せれるか。さあ、小林選手初対戦。大山が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。これが1球目。きたー、ドーン。大山選手初球ホームラン、強えな大山選手。さあ、2球目は何か。インサイド打った、掴んだ、一塁、ありがとうございました。大山選手の見事なホームラン、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。いやー、少し2試合目3試合申し訳ないです。ちょっと音声が取れてなかったですね。ただですね、大山選手ホームラン2本、
いやどうしようかな、リアタイレギュラーで使おうかなってすんごい悩むぐらいちょっと今感激しております。結構ですね、僕左打者の方が本当は打ちやすいんですけれども、大山選手なんか打ちやすかったっす。まあ大山選手の活躍ちょっと動画にできたのですごい良かったかなと思います。いやこの調子でですね、阪神10連敗とはいかず初勝利、大山選手がホームランで決めてほしいですね。はい、じゃあですね、今回の動画はこれぐらいにしようかなと思います。次はですね、あのイチロー選手極みにしましたので使っていきたいなと考えております。また次の動画も楽しみに待っておいてください。じゃあこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。